はい、どうも私でございます。えっと本日はですね。えっと昨日あのゴールデン。 タイムでの3時間放送があったロンドン初さんでのなんか芸能人スポーツテストっていうのがあってもうどれくらいぶりですかね56年ぶりぐらいに見たと思います多分僕が見てる時はみそのさんが出ててみそのさんがなんかこうスポーツすごいみたいな感じになって今ゆきぽよさんとかあの藤田ニコルさんとかになんか変わっててへえみたいな感じでちょっとびっくりして見てたんですけど、まあ、それは置いておいていいんですけどそれで最近よくあるのが YouTuber の人がなんかテレビに参戦とか。 タレント業をしますっていうのがあってなんかそれで僕の中ら一番感動したのはちょっと話はずれるんですけど感動したのはてっぺんですよてっぺんっていう番組であのピアノ の大会ピアノのなんか勝負みたいななんか課題曲をあってでそれでその後フリー演奏があってそれで点数をいくらにするっていうのがあってまあずっとなんか絶対女王の人がいたんですよね女性の綺麗な方でタレントさんなんですかねがいてだからその人に勝ったのがハラミちゃんさんっていうえっと女性ユーーーーチュバでなんかストリ y o u ストリートですよねなんかこうストリートのピアノでこう弾いてみたら人が集まったみたいな感じっていうのかなり流行っててやっててその人のなんかそのそ人が優勝したんですよ。であれは 本当に何かこうテレビテレビでテレビのタレントさんとユーチューバーっていうのはテレビ業界はテレビ業界の中にユーチューバーが行くってことがテレビの畑ですね相手側の領域に踏み込んでその中でユーチューバーの人が面白いすごいなって思わせるのはなんか本当ユーチューバーってテレビ業界からしたら最強のチャレンジャーリでなのかなっていう風に僕はワクワクしてて見てるんですよいつも何かいつものタレントさんの可愛い女の子がピアノバーって弾いててなんかそれで。 なんか結局可愛いくて綺麗な人お金持ちの女性がなんか綺麗な優雅なドレス着て優雅に引いて「1位よっしゃ」みたいなとか別にそんなもう見やきたからいいなんかいいなと「別にいいですいいです」「ゆりやん」とか言わて面白かったんですけどなんかその中でハラミちゃんさんが出てて最強のチャレンジャーですよね言うたらで最強のチャレンジャーが今までの絶対王者を打ち破って圧倒的勝利で勝ってハラミちゃんさんすげえやっぱ YouTube でこうやっぱ芸能人の人たちみたいになんかこう何ですかねその大会てっぺん 1あるか1ヶ月ぐらい前から練習するとかじゃなくて1年間ずっと私ストリートピアノで鍛えてるからなんかこういう大会の時にやっぱ完全に差が出てるなみたいな感じで思っていやーやっぱ YouTuber すげえなみたいな感じで僕ハラミちゃんさん登録させていただいたんですけどまあそれは置いといてまあそれが一つそれが,そそれが,僕,がも僕が求めてるものというかその一般的に視聴してる人とまあ僕の感覚は違うとは思うんですけど YouTuber の人がテレビに出てる以上は最強のチャレンジャーであってほしいんですよ。どどんんななジジャャンンルルででであれあれれすよ お笑いいいの要素ででであろうと、まあ、どんんな形でもいいんですよゲームでもあろうと何でもいいんですけどでなんかその芸能人スポーツテストで女性の YouTuber の人が2人出てたんですよおそらく100カップルチャンネルなんですかね多分そうですカップルチャンネルの人が1人ともう1人の人も人気 YouTuber で多分100万人近くの登録者がいるんですかねの人たちが2人いて。で僕的にはやっぱその いろんな人がいてお笑い芸人の方がいてボルジュクさんがいて三次のヒロインさんがいてでグラビアアイドルさんがいてでそれで藤田ニコルさんとゆきぽよさんがいてみたいな感じで,でその中で YouTuber ーーっていうだけで、まあ、ちょっとした肩書きがあってどんな感じでいくんだろうなんか僕の中でやっぱ最強のチャレンジありてほしいからお笑い芸人がこういうリアクションを取るタレントさんがこういうリアクションを取るグラビアアイドルはこんなリアクションを取るゆきぽよさんとか、まあ、ギャルはこういうリアクションを取るみたいな感じの中で人気その YouTuber ーーが取ったのはなんか 何てうんですかね中,中途半端というかなんかこう何もしないっていうのを選択したぐらいに僕は感じたんですよ僕はですよ。 実際わかんないですよ実際編集とかがあってまあいろんな形があるんでもうわかんないですけどやっぱテレビ業界という,うジャンルのところに踏み込んだら最強のチャレンジャーでいてほしいなって思ってたのがちょっとねハラミちゃんさんの努力を見た後あのパフォーマンスを見た後だったんでちょっと結構がっかりしたかなっていうふうに思った人が大半なんじゃないかなと思ったんですよ。でなんでそんなことになるんだろうと思ってちょっと考えてみたんですけどで YouTube を,を出る人って。 がテレビにに出る理由っっててて僕は基本的一つだと思ってて自分のチャンネルに登録してもらうっていうことだと思ってるんですよ基本的にそれかテレビでつてがあってそれで自分のチャンネルでコラボで出てもらうとかっていうことだと思うんですよ基本的にはですよだと思うんでだからもうだってロンドンハーツに出ましたっていう運動会出ましたっていうところに出たやつ裏話でなんかこう編集でのどういうこととかまあいろんなことにネタが一個出来上がるじゃないですかでそれで YouTuber 出てるからロンドンハーツ出ましたって言ったらそうやってこう登録してもらって 違う人のファンがももしししかかかたらつくかもしれなないいじゃないですかだからなんかこうロンドンハーツの番組に出てその傷爪痕を残す残さないっていうのは別に別としてですよ、YouTube「ロンドンハーツに YouTuber として出ました」っていうことさえ伝えればもうそれで満足してしまってるのかなっていうふうに思ったんですよね。まあ、これは多分 YouTube 配信する人からしたら、うん、なんかまあ結構当たり前の話なのかなっていうふうに思うんですけど。 だかからなんかこう、まあ、プライドがないのかどうかはわからないんですけどやっぱなんかそのテレビで出てる人たちはやっぱ次もテレビ出たいしでいやちょっと自分らの隙間があったらあの若い人がどんどん出てくるかやっぱ危機感を持ってまあマネージャーさんとか事務所の人からっていろいろ言われてると思うんでだからテレビの中でタレントさんのもで綺麗なのと アナウンサーの方とかもなんか泥に突っ込むしとか、まあ、そんなこともしたりとかしててでもあれは同じリアクションを取っちゃいけないから逆張りをして突っ込わざと突っ込まないみたいなこともいろんなことがあるとは思うんですけど。 なんかここう肩すかしあっったたなななみいと思てんかだからもう今後どういうふうになってくるかわかんないですけどまあテレビ業界に YouTube の人たちが参入するっていうの志が出てる人たちと違うんで成功するっていうのは多分難しいのかなっていうふうに思います。でも逆にあの 芸能人の人がユーチューブに参入して、あの成功してる人たちって結構多いと思うんですよ。よ、まあ、これ多分必然だと思うんですよ。そもそもが必然なのかなと思ってますよ。やっぱ、ゲあのユーチューブの人たちがゲ、げテレビに参入してもうまくいかない人が多分多いと思うんですけど。ってことはやっぱテレビの人、ね、出てる人たちの方がプロ意識とか考え方とか。時代を捉えることだったりとか、危機感だったりとか、そのどういうことをすると、かんがリアクションがあるとか。なんかそういう覚悟とか、プライドとかが、多分違うんでしょうね。そもそもが、あの育ってきてる。 環境というか,なんかそういうのがあるんでだから YouTube 界隈を。 ユーチューブ界はよ芸能人に荒らされてますよねめちゃめちゃでそれでまあいろんな折りを食らっててうわーって思ってる人がいてだったらもう逆にユーチューブ界が芸能テレビ業界に入っていってテレビ界をユーチューバーユーチューバーで接見するっていうような多分計画も若干あるような気はするんですけど多分それは頓挫してうまくいかないんだろうなというふうに思ってますまあやっぱなんかがいろんなテレビ離れしてますねっていう話はいろいろあったりしますけどやっぱりテレビの影響っていうのは強い。 しテレビに出てる人たちの方がやっぱなんかこう各なんか違うんだろうなっていうふうに感じてます正直まあ、YouTube は誰でもできるし気軽にできるもんなんでなかなかそれに思ってプライドを持つとか YouTube 業界が盛り上がれば盛り上がるほど自分のお客さんがなくなるっていうのがあるんで YouTube に盛り上げるのはいいけどとにかく一番大事なのは自分のチャンネルを盛り上げることに集中するということになると思うんで。テテレレビビ業界はやっぱりそのテレビ のを盛り上げたいいってうう気持ちがあると思うんですよ自分の会社だったりとかお笑いを盛り上げよう、えっと、音楽を盛り上げようとか俳優としてドラマを盛り上げようとかやっぱそこら辺の,かの,の、まあ、プレゼン力だったりとか広告の考え方っていうのはだいぶ違うんだろうなっていうふうに考えてやっぱ YouTube とテレビっていうのはだいぶこう出てる人ですよ出てる人ですよっていうのはだいぶ差があって。 るんだなーっていうのは感じてます。感じましたね。はい、ということで、一応今回はこれ終わりたいと思います。それでは失礼します。バイバイ